じゃあご活躍とともに水戸市の PR をよろしくお願いします。伝わりました。ありがとうございます。この度、水戸の大使に任命していただきました、和楽器バンドのボーカル鈴花優子です。私ですね、茨城県の水戸市で生まれ育って、本当に水戸に対する愛情がすごく大きくてですね、今回、水戸大使になりましたけれども、今までと全く変わらず、水戸の良さ、好きな部分っていうのを周りの人たち、そしてさらに多くの人たちに広げていこうと思います。今回はですね、水戸大使になれたということで、これよりも堂々、これまでよりももっと堂々と広げていけることに喜びを感じています。一緒にですね、水戸応援していますので盛り上げていきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。